You're listening to 83.7 FM Totska. Stay tuned.鳴らす前のやつをいただいています。ちなみにもう撮ってるんですけど、あ、撮ってるんですか。大丈夫です。はい、朝からね、茹でまくりました。はい、もう心を込めて茹でて丸めて準備いたしましたので、はい、美味しいですけどね、いただいていただければなと思っております。ラジオパーソナリティ2人がお送りするお話を、そしてその後クイズ、さらにお話、それでは FM トツカのラジオパーソナリティによるお話をお届けします。七夕物語。昔、働き者の牛飼いの彦星と旗織りの織姫がいました。ということで、皆様、織姫と彦星、知ってますか？はい、知ってますね。はい、今、グレープのアイスを食べているお友達から、明日のお名前を教えてもらっていいですか？七夕に出てくる川のお名前はどっちかわかるかな？お、泡の川かな。答えはどうでしょうか？ルルルルルルル。はい、答え、泡の川です。どうでした皆さんは？皆さん、こんにちは。暑い中ありがとうございます。私はですね、あ、こんにちは。元気だね、暑いの終わり。じゃあ、流しそうめん楽しみですか？地元の皆さんにご協力いただきました。竹灯籠を飾っておりますので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。美味しいですか？涼しくていいですね。おパンマン。あ、来た来た来た。どうしたの？あ、上手。おばさんも食べてください。おお。もう早い。食べていかなきゃ。あ、取れるかな。あ、来たよ。おー、来た。取れた取れた取れた。入れてます。おー、すごいじゃん。あ、ミニトマトが来た。ミニトマト来た。ミニトマトが来た。来た。コロ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 来た。みんな美味しいですか？美味しいです。美味しいね。食べれてる？いいね。上手だよ。お米美味しいですか？いっぱい食べてください。はい、終了といたします。いっぱい食べれましたか？OK。 食べてもいかがって美味しいですか？おー、いっぱい取れてますね。結構だいぶ正面に慣れてきたんじゃないでしょうか？慣れてきました。職人に椿先輩が続いて頑張ります。職人
先輩すごい職人ですからね。はい、ちょっとまだね、時間があるから。こっち側行く？上手ですね。チャンネル登録、高評価、乗車アプリ、レディモのダウンロードお願いします。